伊藤さん、まあ、これは結局に日本政府と沖縄県の関係の問題になってきましたね。そうですね、これいず2件事件があるんですけれども、1件目は去年の12月に起きました、うん、これはアメリカ空軍の兵士が少女を誘拐して暴行したということで、うん、これは今年3月に不同意性交などで起訴されています。それからもう1件は今年5月に発生しました、これは海兵隊員が女性に暴行しようとして、怪我をさせたということで、これは6月に起訴されました、はい、前の12月の件については3月に、外務省がですね、エマニュエルアメリカ駐日大使に対して抗議をしている。それから5月の事件についても、5月中に抗議をしている、ということで、再発防止をいずれも申し入れているんですけれども、それを、沖縄県側にその事件について伝えたのは6月の下旬だったということなんですね。これ国側の論理はなぜです？国側は、一応被害者のプライバシーに配慮したということを言ってるんですけど、はあ、一つはですね、私非常に問題だと思うのはやっぱり前段のその去年の12月の事件を、もし3月に起訴した時点で、沖縄県側に伝えていて、沖縄県側が県民に例えばこういう事件があったから注意しようという呼びかけをしてたら、5月の事件というのは起きなかったかもしれないということはありますよね。それとこの間の流れ見てみると、岸田首相がアメリカに行って議会で演説したのが4月の8日です。そうですよね、それからエマニュエル大使がですね、与那国なんかの沖縄を訪問したのが5月なんですよね、それから沖縄の県議会選挙で、自民党側が勝利したというのがありましたけど、これが6月16日なんですよね。こういうイベントにですね、なんかマイナスの影響があるんじゃないかというので、この3つのイベントが終わるまで沖縄に伝えるのを止めてたんじゃないかという、こういう推測は当然出てくるんです。なるほど。だからそこら辺の意図がね、いかにその被害者のプライバシーに配慮したんだと言ってもですね、これはちょっとやっぱり勘ぐられる部分はありますよね。そうですね、当然沖縄の玉城知事も怒ってるわけですよね。いや、もともと怒ってますよね、でもともと1995年ですけれども、12歳の小学生の女児が、海兵隊員に監禁されて暴行されて、非常に悲惨な事件があって、それでものすごく反発が起きたので、1997年に日米の合同委員会というので、とにかく、外務省と防衛省がアメリカ側から情報を受けたら関係自治体に通報すると、そういう情報の流れを一つ決めてるんですよね、これがだから途中でストップされてたということですから、それは玉城知事もそれからがものすごくやっぱり怒って、今日東京で首相官邸に行くみたいですけれども、それは当然やっぱりそうですよね、これは反発は起きると思いますね、野党側も結構これは反発してます、野党もその共産党の小池書記長なんかはやっぱり1件目でちゃんと対応してれば2件目は起きなかったんじゃないかという、そういう当然の抗議は起きますよね。そうですね。で、岸田さんがアメリカ行ったわけですから、その事件について触れることができたわけですよね。本来であればそこで首相として、一言言っても叱るべきだったし、そうですよね、これがだから明らかになってれば米軍の方でも何らかの措置を取って、注意喚起ができたはずなんですよね、そういう意味で言うと、やはり沖縄に対してですね、相当この配慮を欠いた動きになってしまっているのは事実ですよね、じゃないかと思いますよね、例えば東京とか大阪で同じようなことが起きたら、通報しないで済ませたかっていうところは、考えた方がいいんじゃないかと思います。遅れについてですね、沖縄県がアメリカ軍に抗議をした上で、外務省などに通報体制の見直しというのを、検討してくれという考えを、示していたんですけれども、先週末、沖縄の玉城デジン知事はですね、本当に強い、憤りを、表明してまして、このような非人道的で卑劣な犯罪が再び発覚したことは、県民に、強い不安を与えるだけではなく、女性の人権や尊厳もないがしろにするもので、断じて許せるものではない。強い憤りを禁じ得ないのが私の思いと。
でもうこれは遺憾の意を超えていると、怒りだと受け止めていただかなくてはならないということを、はい、まあ、かなり強い表情で訴えたんですけども、はい、まあ、この一方で政府の対応がどうかというと、うん、林官房長官がですね、まあ、記者会見でこのような事案が発生したことは極めて遺憾だと、去年12月に発生したアメリカ空軍兵による事案に続き、アメリカ兵によるものとみられる性犯罪が発生したことを重く見て、外務省の岡野事務次官からエマニュエル駐日大使に対し遺憾の意を伝達するとともに、綱紀粛正と再発防止の徹底を申し入れた、アメリカ側も本件は極めて重く受け止めていると答えている、うん、まあ、この会見でも2つびっくりするのはですね、はい、まずこの会見までに発生していたということを知っていて、まあ、その件についてはもう申し入れしといたんでというふうに言っていると、うん、でその申し入れに対して、まあ、アメリカの反応というのも得ていて、アメリカ側も本件は極めて重く受け止めているというふうに、まあ、なぜかですね、アメリカ側の言い分というのを、まあ、そのまま垂れ流していると、これ、まあ、先ほど紹介した玉城知事の強い憤り、怒りと比べると、まあ、あまりにも温度差があるというか、まあ、正反対だと思うんですけれども、まあ、木原防衛大臣もですね、まあ、ほぼ同じようにですね、まあ、遺憾の意を伝達するとともに、綱紀粛正及び再発防止の徹底について申し入れたというふうに言ってるんで、まあ、この沖縄の立場とアメリカの立場、まあ、どちらに配慮しているかというと、まあ、どう考えてもこれアメリカ側になっていると、まあ、あってはならない事件がずっと続いているのに、そこに対する怒りというのが、まあ、表面上であっても感じられないという状況があると。で、昨日ですね、外務省が立憲民主党の会合に出まして、この沖縄県だけじゃなくて外務省が防衛省にも伝えなかったことを、まあ、改めて認めたんですね。で、そこでの言い分っていうのを、これ毎日新聞の記事から引用しますと、捜査当局から情報を提供されやり取りする中でプライバシーなど機微に触れる情報だということだったと。で、捜査当局の判断を踏まえ防衛省や県には共有しなかったと。これ、上川外務大臣も性犯罪であり捜査当局の判断を踏まえて公表を控えてきたというふうに言っていて、まあ、この件が明らかになってからとにかくプライバシーという話が、まあ、繰り返されてるんですけれども、はい、これ1997年にですね、日米合同委員会で日米両政府で合意した文書にですね、事件事故発生情報を得た後迅速に沖縄防衛局に通報するというふうに書かれている、つまり共有をしましょうということが言われているわけですね。で、これなんで1997年かというと、まあ、米兵による性暴力事件というのは残念ながらずっと戦後続いてますけれども、とりわけその大きな反対運動に発展したのがその1995年にですね、まあ、12歳の女子小学生がですね、帰宅途中に海軍と海兵隊の米兵に暴行された事件というのが起きてしまって、その後まあ8万5000人という、まあ、県民大会が開かれるほど大きな動きになったと。まあ、その後にまあこういった文書が交わされたわけなんですけれども、つまりこういうことがあった時にはきちっと報告し合いましょうねというのがあったんだけれども、まあ、それが守られていなかったと。で、その後まあ沖縄タイムズの報道でですね、基地軍隊を許さない行動をする女の会がまとめたですね、性犯罪記録とこの沖縄タイムズの報道などを元にした検証によってですね、1995年から2024年までの29年間に沖縄県内で発生した米兵による性的暴行事件で、県警がですね、逮捕や書類送検した30件のうち公表していない事件というのが少なくとも半数の15件に上る可能性があるという報道があったんですね。まあ、これ、まあ、一覧がそれに記事に載ってるんですが、例えば2017年に、海兵隊員が女性の携帯をひったくり人目につかない場所で暴行した件であるとか、あるいは2023年に公園で少女を誘拐して暴行したとして、空軍兵を逮捕したとかですね、2024年には暴行しようとして背後から女性の首を絞めた疑いで海兵隊員を逮捕起訴したというような案件に対しても報告されていなかったということがあるわけですね。まあ、この日米地位協定の話というのはね、この番組でたびたび取り上げられていると思いますけれども、まあ、この米軍の特権的地位というのがあって、まあ、米軍が事件を起こしても、まあ、日本側への身柄引き渡しというのが起訴の後になってしまうという、この不平等さというのをそのまま放置しているわけですね。沖縄の、昨日も言ったんだけど、沖縄の警察が捕まえて事件になったのを、沖縄県が知らないって話でしょ。そうですよね。で、当然沖縄県にいる人たちというのは沖縄の県がまあ守らなくちゃいけないわけですから、はいはいはい、どういうことが起こったのか、どういうことが起こったのかっていうのが分かればそれに対して対応できるわけですけれども、はいはいはい、こういうことが起きてますってことが分かってなければ、はい、もちろん警戒はするし対策はするんだろうけれど、はい、県は対応できませんよね。できませんよね。報告がなければ。そうなんですよ。はい。うん、それは頭ごなしに、なんかこう、防衛、日本の方に、外務省の方には報告は行ってるってことになるわけ？途中で止めてたということですよね。うん、で、これを思い出してほしいんですが、まあ、うん、
10日ほど前にですね、うん、まあ、その沖縄戦没者追悼式というのがあって、うん、ちょうど僕も先週紹介しましたけれども、うん、ここで岸田首相が、うん、まあ、例のごとくですね、まあ、沖縄の皆様には、うん、まあ、空軍基地の負担を担っていただいていると、うん、米軍基地の集中して担っていただいていると、うん、まあ、負担の軽減に全力を尽くしていくというふうに言ってたんだけれども、うん、まあ、それに対して、うん、まあ、こういうことが本当は隠されていたと、うん、まあ、4月に日米首脳会談あって、6月には県議選があって、うん、でその後に8月1日で本格工事始めるよということもしてしまっていると、まあ、こういうなんていうか人間を踏みにじる事件が起きてもですね、うん、沖縄じゃなくてアメリカに寄り添う態度を見せているっていうのは、はい、やっぱりこれは本当におかしいことだってことに改めて思われてますね、はい、世界でもね、ちゃんと動いている日米地位協定みたいなものが、うん、もう1ミリも動かずに今日まで来たっていうのも大きく影響してますよね。ですね、以上、大竹のもっと言いたい放題でした。なんかそうかなってちょっと思っちゃいました。そう、まあそれがもしかしたら強かったかもしれない、だからアメリカへの配慮、それから県議選などへの影響、それからもう一個は言うことを聞かない沖縄に対する、あるいは玉城県政に対する嫌がらせみたいな可能性もある。ちょっと思いました、ある、はい、この3つくらい考えられるわけですね、はいはい、でただそうは言えないので、どういう理屈を持ち出してきているかって言えば、はいはい、被害者の、まあ、性犯罪なので、被害者のプライバシーを守るためなんだって言ってるけれど、被害者のプライバシーを守りながらこういう事件がありましたっていうことなんていくらでもできるわけで、そう思います。こんなの単なる言い訳ですよね、はい、うんうん、でむしろこれもし本当に被害者を守りたいのであれば、一番地元に近い自治体の人たちが知らなかったら被害者を守ることもできないじゃないですか、うんうんうん、だからむしろ被害者を本当に守るんだったらちゃんと自治体に伝えて、その、まあ、その被害者を保護すると同時に、こういう犯罪が、残念ながら米兵だってみんな別に犯罪者なわけじゃないわけで当たり前ですけれど、しかし残念ながらこういう犯罪がここのところ起きてるので、うん、住民の皆さん気をつけてくださいねっていうような警告というかね、注意喚起するっていうのはこれ自治体しかできないわけですよね、うん、でもその自治体に伝えてないってことは、被害者のプライバシーを守るなんてのはまあほぼ間違いなくてか嘘ですよね、うんうんうん、っていうことはこういう状況で考えてみると、まあ理由はそのアメリカへの配慮なのか、その県議選へのその影響を避けるためなのか、沖縄県玉城県政に対する、まあ、嫌がらせなのかは別としても、これ沖縄に伝えなかったっていうのは、これ要するにね、こう今話したように本当にその沖縄県民をその、まあ、国民、日本国民だ、まあ、日本国民なんですけれど、そして生命とか財産を守るのが日本政府の役割だみたいなことを言っているその今の中央の為政者の人たちの言葉をそのまま真に受ければ、うん、ってことは沖縄の人はもう国民じゃないっていうふうに判断したっていうふうに、日本政府としてですよ、少なくても、はい、僕はそう思われても仕方ないくらいこれひどいことだと、うん、つまりこういう事件が起きて注意喚起もしない、あるいはその日本国民である沖縄のその女性が被害者になった性犯罪が起きたのに、そのことを沖縄県にも通告しないっていうのは、これ沖縄の人っていうのは日本国民じゃないよねって言ってるのと同様になっちゃうんじゃないのっていうふうに僕思うんですよね。だからこの件っていうのは、もちろん最初に申し上げた通り、そのこう沖縄基地が集中してる沖縄でまたこういうことが起きてっていう沖縄の苦しみがっていうふうにもうもちろん言わなくちゃいけないけれども、と同時に日本政府のありようとしてちょっとひどすぎるでしょうっていうふうに僕は思うんですけどね。そうですよね、うん、でもこれなぜこのいくつも何件もあったわけじゃないですか。何件もあった、5件あったって言われてる、ね、これどうやって分かった、僕ちょっとこれ詳しく調べてないんですけど、1件目2件目は、はい、ね、地元のメディア、はい、テレビ局のようですけれども、がスクープをして、それで発覚をして、で日本政府も当然起きてるので認めざるを得なかったっていうことのようなんですけれども、なのでこれだから本当にその、まあね、そのつい先日沖縄は慰霊の日を迎えたわけですし、それからと同時に県議選が終わったのを待っていたかのように、例の辺野古の、ね、埋め立て工事、軟弱地盤があって、一番深くて、一番これ、本当に実際に作れるのって言われるようなところに、まあ、その砂で杭を打っていくわけですけども、はい、その杭打ちの工事も始まるっていうような状況になってきて、ちょっと改めてこの沖縄に対する日本政府のありようっていうのをどう捉えるのかっていうのは、もう一回ちょっと深刻にね、考えていかなきゃいけないだろうなっていう気がするんですよね。そうですね、だからそれこそ沖縄慰霊の日にね、こう現地に赴いて、スピーチの中でだけとても寄り添うようなことを言っているのはどうなんだろうってちょっと思いますよ ね、 これそういう話だともう一歩踏み込んで話すんですけれども、僕は沖縄県の亡くなった宇永武史前知事に、こう何度かお話をねじっくり伺って思ったことがあるんですけれども、その宇永さんおっしゃってたんですけれど
ど、尾長さんというのはご存知の通り、はい、自民党沖縄の自民党の県連の幹事長をされたりとか、うん、はい、あるいは中今さんという保守 の、はい、その県政を支えた人でもあったんですよね、うん、はい、で尾長さんいつもおっしゃってたのは、そのかつてだってね、その沖縄は基地を押し付けられてたと、うん、で状況は今と変わらなかったと、うん、で、まあ、そのだけど中あの尾長さんがなぜそのオール沖縄というふうに、つまりかつての敵だったその、まあ、共産党であるとか、いわゆるリベラル勢力も結集をして、うん、オール沖縄という体制を作って辺野古基地反対というものに乗り出したのか、はい、で僕らついつい尾長さんが変わったんじゃないかというふうに捉えがちなんですよね。もともと保守の政治家だったのに、はいはいはい、リベラルとも一緒になってしたのかと、はい、と思うんですけれども、尾長さんに言わせるとそうじゃないと、つまり変わったのは本土の政治だと。どういうことかっていうと、そのかつてだって沖縄に基地を押し付けて、こうなんていうのかな、こうで沖縄ではいろんな事故が起きたりとか、うん、犯罪が起きたりとかっていう状況っていうのは同じだったと。ただ当時のその、まあ、国政与党、はい、自民党っていうのは、はい、そのことに対して、あるいはさっき申し上げたようなそのこう戦争末期に沖縄だがその本当にその悲惨な、まあ、本土のステージと言われてますけれども、うん、悲惨な戦争があって多くの人が犠牲になったっていうことに対して本当に申し訳ないと、うん、いやあるいはその基地を押し付けていることに対するその反省とかね、うん、思いっていうのがあったと、はい、例えばこれ、まあ、いろんな政治家の名前挙げられますけれども、はい、尾長さんが一番最初に挙げたのは後藤田正治さんの名前挙げてましたけど、はいはいはい、その尾長さんに聞いたら、この後藤田さんはね、そのある日尾長さんに、私はもう沖縄には行けんのだって言ったらしいんですよ、で尾長さんが何か失礼なことを沖縄はしましたかっていうふうに言ったら、いやそうじゃないと、沖縄に申し訳なさすぎて、沖縄には俺は行けないんだみたいなことをおっしゃった、うん、つまりその基地を押し付けたとか、うん、先の大戦で沖縄が精神されたとかっていうことに対して、うん、後藤田さんはもう本当にその尾長さんにね、しかもまだその当時政治家になって若い尾長さんに頭を下げて謝ったっていうんですよね、とかそれ以外にも例えば橋本龍太郎さんもそうですよね、橋本さんもそうだし、あるいは小渕恵三さんなんかは最近ね、新札が出たけど、はい、2000冊、あれはね、あの守礼門なんかとか、まあ、そのつまり首里城のね、はい、をデザインしたりとか、あるいはその尾長さん、小渕さん亡くなっちゃいましたけれども、沖縄でサミットやろうとか、あるいは野中広さんなんかもそうですし、うん、まあ、そういうその数々のこう自民党の政治家たちっていうのは、やっぱり沖縄に対する思いっていうものを、本当にこう折々に発露していたと、うん、っていう政治家たちがかつてその自民党にいたので、尾長さんにしてみれば状況は変わらないけれども、しかし、まあ、歯を食いしばってそのこうね頑張ろうっていうふうに思えてたところが、まあ、特に尾長さんがおっしゃったのは安倍政権でしたけれども、安倍政権下で、まあ、第一次安倍政権下でその沖縄でその集団自決、その先の大戦末期にありましたよね。でそれに対して旧日本軍の責任っていうのを教科書から抹消しようとしたりとかね、で、まあ、これ歴史、まあ、尾長さんなんかに言わせれば歴史改ざんですよね、うんうんうん、それからもう一個、これ第二次あの大戦下でしたけど、第二次安倍政権下でしたけれども、うん、沖縄でその屈辱の日って言われている日本が あれですよね、その戦後社会に復帰した主権回復の日ってなったじゃないですか、はい、あれ沖縄は本当は日本から切り離された屈辱の日なんだけど、うん、その日を主権回復の日って言って、その万歳三唱して、うん、天皇皇后両陛下を呼んで万歳三唱するようなこともあって、うん、で、まあ、と同時にその辺野古の問題なんかでも沖縄に対して全くそういう聞く耳すら持たなくなってきたっていうような状況、つまりかつての自民党と今の自民党って変わってしまったよねと、だからもう俺は我慢ならんって言って、そのオール沖縄を作ったっていうわけですよ。つまりその沖縄の歴史とか沖縄が置かれている状況にかつては多少まだ理解あった本土の政治が今全くなくなってしまった、そのことに対しておかしいでしょっていう異議申し立てを、まあ、尾長さんは出るんだっていう趣旨のことをおっしゃったわけですね。そう考えると、はい、今回の件ってちょっと行き着くところまで行っちゃったんじゃないかなっていう感じがして、僕は仕方ないんですけど、ね、やっぱ沖縄に対してやっぱり私たち一人一人いろんな思いをちゃんとって考えなきゃいけないなっていつもお話を伺うたびに思うんですけど、残念ながら今日青木さん2つって言って、ね、そのもう一つは言えなくなっちゃったんですけれど、まあ、それはまた今度の時にお話を。ちなみに何だった？いやいや、いろいろ秘密保護法なんて僕ですけれども、まあ、自衛隊の中でずさんな運用がされてた話だったですし、まあ、こっちをするつもりだったんですけど、残念ながらもうあと20秒でこの話が
今日のテーマよろしいですか。はい、今日のテーマはですね、米軍兵士の性暴力事件、沖縄県に知らせずの背景ということでございますけれども、まあこれ非常に今問題になってますけれども、読んで字のごとく、沖縄の在日米軍の兵士がですね、立て続けに性暴力事件を起こしました。で、1件目は2023年、だから去年ですね、の12月に、性的暴力事件を起こして、逮捕、起訴された。で、もう1件はもう、この間なんですが、2024年5月。この2件ともですね、もちろん事案は違いますけれども、逮捕起訴されて、うんぬんということで、司法の裁きをこれから受けるはずなのですが、そのことが沖縄県には全然知らされてなくて、沖縄県の側が、報道で知りました。言って今、非常に県民も、玉木さんも、非常に怒り心頭であるとですね。だって沖縄の県の県警が逮捕したん、そうです。でしょ？そうです。で、その情報が県に上がってないって、発表しなかったんですね。で、こういった米兵の、性暴力事件、米兵、もちろんね、全員が悪い人じゃありませんけれども、特にたまにそういう人がいるわけですよね、窃盗したりなんだり、そういった米兵の非常に重大な事件についてはですね、ちゃんと日本側に通知するルートが確立されております。実は、例えばですけれども、アメリカが、そういった、その事件を知ったということになりますと、国レベルでは、在日米アメリカ大使館にまず連絡が入る、そこから外務省に、連絡が入る、日本のですよ、それでこういう事件を起こしました、ということです。で、地方では、アメリカが、防衛省沖縄防衛局、出先機関ですね、防衛省の、そこに通知して、その防衛省沖縄、防衛局が沖縄県とか、それから、そこが起こったのが、例えばね、那覇市だったら那覇市とか、そういうところに連絡すると、これは2つの連絡経路が実はちゃんとできてるんです、だからどこで止めてたのか分かりますよね、これは日本側が止めてたんです。アメリカはちゃんと言ってるんですよ。日本側が止めてるんです。これはですね、よくこういう事件が起こると、日米地位協定がうんぬんですとかですね、あるいはその、アメリカがうんぬんっていう話になる。もちろん加害者が絶対に悪い。アメリカ兵が悪い。ただし、この沖縄への報告が、要するに半年ぐらい遅れてたわけですよ。これはアメリカのせいじゃなくて、この連絡経路の日本側が止めてたんです。わざとこういう事件なんかありませんでしたというか、うんともすんとも言わなかったわけです。県警から直沖縄県に上がるっていう ルートはないんですか？公表しなかったそうですね。それでなんでこれが分かったのかっていうと、地元とかそういう新聞社とかが、県警に、関係者に取材したらどうもそういう事件があったということで、先取りしてスクープしたら、それがニュースになって、沖縄県もその報道で知りましたと。で、これ非常に不可解ですよね。そうですね。で、なんでこの日本側が、だってアメリカはもう言ってるんだよ、事件がありましたと、そこで謝ったかどうかともかく、で日本側がこう止めてた、なぜか、でこの半年間止めてた間、公表しなかった間、何があったでしょうかね。日米首脳会談4月にありましたね、それから沖縄県議選挙ついこの間ありましたね、これをやはり影響が、もしすぐに公表していたら、1995年の沖縄少女暴行事件のように、沖縄のみならず日本全国でね、反米軍運動とか、反基地運動とか、日米安保本当にこれでいいのかとか、そういう運動が起こりかねませんよね、ですからこれは言わない方がいいだろうというふうに考えることもできなくはない。ちなみにこれ一応、言い訳を国側はしてるんですけど、プライバシーを守るためですって、被害者の、と言っております、でもですね、そういった例えば卑近な例では、つい最近シンガポールの外交官が銭湯で盗撮したって、在宅起訴されたってすぐ報道されましたけど ね、そっちにも被害者の方いらっしゃるんだけども、あれシンガポールは OK で、アメリカは忖度かいなっていうふうに、普通の常識では思うはずなんです、で、このことの、ね、真相はまだ分かりませんけれども、そういう疑惑が常につきまとうので、これはやはり、日米関係関係とか、あるいは沖縄の怒りがこのアメリカにこの首脳会談やってる時にどんどん届いたら、アメリカがこうなんか機嫌を損ねるんじゃないかっていうですね、忖度ではないかというふうに思ったのかもしれない。ただ僕は思うんですけど、まず一番目なんですけどね、仮にそういうふうなアメリカの米兵が、今回のような許されざる犯罪をした、それを公表してふざけるなっていうふうに沖縄県とか日本国民が怒ったとして、それをアメリカが報道で知ったとしてですよ、それで彼らの感情が傷つくということはありませんよ。だって彼らが悪いんですから、アメリカはそういう意味ではフェアですよ、だって自分たちが悪いことして、
それを批判されるのは当然じゃないですか。韓国でもかつて、女学生が、装甲車に引かれて、大変な反米活動が起こったことありますけれども、それはアメリカは申し訳ないと保証しますと。イタリアでも、米軍のゴンドラ引っ掛け事故っていうのがあってね、イタリアで乗客が米軍機の翼かなんかに引っ掛かっちゃって、で、地上に滑落してみんな死んじゃったっていう事件があったんですが、それでも、平謝り、大変な賠償しました。だからそれによって、アメリカが怒るとかいう発想自体がおかしいわけですよ、はい、だって加害者なんですから、だってあなた加害者なんだから謝ってください、賠償してくださいって当たり前の話であって、 でその加害者側は別に申し訳ないですっていう風な、アメリカはそこの常識は持ってますよ。日本がビビってるだけなんです。日本が勝手にそう思っているだけで、こういう考えの中にはですね、そういう風にアメリカがもしなんか、怒らせると経済的に制裁されるんじゃないかとかですね、尖閣諸島とかで守ってくれないんじゃないかとかっていう、必ずこういうバーターのね、シーソーみたいな感じで、アメリカを怒らせると安保で協力してくれないんじゃないかって思いますけれども、逆に言うんだったらね、その程度のことと言ったら失礼だけれども、ちょっと怒らせたとして、それで日本のことをアメリカが守ってくれないんだったら、日米安保なんてその程度のもんですよ。なるほど。そうじゃないですか。何の条約なんですかという話。はい、で、僕は思うんですけれども、結局これはアメリカの問題じゃなくて日本の問題。つまり、さっきも言ったように、例えば先ほどね、クルド人の問題の方ゲストで出てきましたけれども、非常にクルド人とか、相対的に非常に立場の弱い外国の方にはいたけだかなんですよね。で、相対的に強い人にはこう忖度して黙っちゃう。つまり日本政府とか日本人の全員じゃないけれども、そういう人の特徴っていうのは、強いものには媚び、弱いものには極めて尊大であると、一番格好悪いっていうかね、非常にこのもう日米地位協定云々以前の根白の問題ですよ、これは、っていうふうに僕は思うのですが、これなんでこんな情けないですね、根白が、いつから始まったんだろうって言うんですけれども、それはもちろん戦争で負けたからっていう身も蓋もないけれども、もう80年近く経つわけですけれどもね。でも僕は戦争で負けた直後の日本人っていうのものの姿も今と大して変わってないんじゃないかなと思いますよね。というのは1951年にマッカーサーが日本から、帰国する、要するに連合国軍最高司令部から解任されて、それ解任された理由っていうのは、朝鮮戦争の時に、朝鮮半島北部とそれから旧満州ですね、中国東北部に核兵器使おうとしたんです。それでさすがにそれだとソ連と戦争になっちゃうってことで、トルーマンから解任された時で、それまでたった6年前には日本人は鬼畜米兵と言ってたんですよ、はい、ところがマッカーサーが日本から去るとなって、日本人はどんな反応したか皆さん知ってると思いますけど、マッカーサー元帥、太陽のように日本人民を導いてくれたマッカーサー元帥、どうかアメリカに帰らないでずっと日本におってくださいっていう、帰らないでマッカーサー様、日本を捨てないでっていうのが、お手紙が何十万通何百万通と届いたんです。これは今戦後50年弱ですけれども、これ戦後5年の話ですからね。だからこういった中強いものに媚び、しかもちょっと前まではそれが敵だったはずです。ところがそれが、途端に権力を握ると、強いものには申し訳ございませんって言って先回らして忖度する。そして弱いものには、さっき言ったように、あるいはクルド人の問題の入管法の問題もね、日本が植民地にしていた朝鮮半島の、方々の非常に相関の問題がある、それも相対的におそらく弱いんですよね。なるほど。そういう人たちには定的に尊大に振る舞うと、これがアメリカにはということなんです。で、僕はやっぱりこういったものの本当の根幹にあるものというのものは、だってこういったですね、腹立ちません？だって沖縄の未成年者がですよ、それは誰に対してもそうなんだけれども、外国軍の兵隊にこんなことされて行かれないんですか、皆さん。特に保守派とか愛国者っていうのは、ところがそんなほとんどないんです、それは沖縄の人はありますよ、ただそれはないのっていうのは、これやっぱり身体性の欠如ですよね。そういったなんか動物的な怒りとか、理不尽なことに対する怒りっていうのがものすごく弱い。これは遡っていくと、やっぱり日本が植民地にされた経験があんまりないからだと思います。だから植民地にされたら屈辱なんですよ。それは植民地にしてインフラが整ったとかいう説があるけれども、それは別の話。精神としては自分より上の存在に統治されてるっていうのはね、それは個人だとそうじゃないですか。ね、すごく屈辱。で、この屈辱感が怒りになって、それが理不尽への怒りとか、不平等への怒りっていうのが、いわゆる、自由を求める運動とか、選挙を求める運動とかっていう風になっていく。だから沖縄だけは僕は民主主義の最先端地だと思います。なぜなら怒りがあるからです。怒りの遺伝子からです。でも本土にはないんですね。
なぜなら植民地になったことがないから、こういうことだったら、まあ、まあ、よくはないけど、まあね、みたいなことを言うわけですよ。だからこういった、まあ、幸か不幸か、日本が、まあ、1500年の歴史だとしても、元寇とかありましたけれども、植民地になったことはない。はい、こういったところの、すごく怒りの欠如っていうのはね、巡り巡って、でまあ敗戦後のそういったマッカーサーへの来賛とかですね、ひいては今のアメリカから言われてないんですよ別に、はい、アメリカからこれ止めといてくれって言うんだったら100日とわかる、うん、そんなこと言ってないんですから、うん、で自分から先回って強いものに平行らする、うん、こういったものは僕はいよいよなくした方がというか、うん、もう断ち切った方がいいんじゃないかしらと思うんですが、うん、いかがでしょう。おっしゃる通りだと思いますけども、はい、あそれでもね、うん、沖縄の県警が沖縄にあげなかったと、はい、ねこれも結構問題だなっていうのと、これから責任者をね追及せない、うんはい。